日にかかり、3日目に盛り上げられた主に期待しながら、御言葉から聞いていきたいと思いますけれども、今日はですね、1分動画ではなくて、先週、白馬キャンプのですね、九州バージョン、久保田のどみ姉妹が作った九州バージョンの映像を見ましたけれども、今日は安定教会が作りました全体のですね、白馬キャンプの全体の映像がありますので、それを見ていきたいというふうに思います。それじゃあ、よろしくお願いします。私は見た。見よ、白い馬であった。それに乗っていた者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。白馬キャンプ2018。白馬キャンプは夏に行われるクリスチャンのキャンプです。毎年長野県小谷村のホテルグリーンプラザ白馬で行われます。21回目を迎える今年は、日本全国海外からリバイバルを信じる516名の方々が参加されました。神様は今も生きて働いています。日本におけるリバイバルはすでに始まっています。このキャンプは神様と共にリバイバルの働きを進めることを目的としたキャンプです。朝夕の集会では参加者が共に神様を賛美し、聖書の話を通して神様からの祝福を受けます。ですから私たち人々はですね、神様の最も強い愛を通して愛されているということなんですね。あ、食事となんか温泉が楽しみです。バスケです。スリーポイントシュート決めて勝ちます。お正解が楽しみです。J ゴスペルコンテストです。2日目、白馬キャンプの朝は神様を礼拝することから始まります。では早速蒼天聖会に行きましょう。蒼天聖会では賛美、証、メッセージの時が持たれます。多くの祝福を受けますね。信州産の食材をベースに使用したここでしか味わえない信州グルメバイキングを味わいます。食事の後はバスケットボール、黒部ダム、八方尾根などさまざまなレクリエーションを楽しめます。 J ゴスペルキッズ Under21 コンテスト。皆さんこんにちは、リポーターののえです。J ゴスペルコンテスト2018キッズファイナル in 白馬、またUnder21ファイナル in 白馬が間もなく始まろうとしています。ではこれから出場される皆さんに今の心境を聞いていきたいというふうに思います。子ども器物です。今日はよろしくお願いします。ではどんな気持ちでゴスペルを歌いたいか教えてください。楽しくみんなで歌いたいです。力いっぱい歌いたいです。神様に向けて歌いたいです。一人でも多くの人の心に届くように気持ちを込めて歌いたいと思います。これからコンテストが始まろうとしています。とても楽しみです。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。第9回いよいよ始まりました。 J ゴスペルコンテストファイナル in 白馬、会場の熱気は最高潮。早速歌を聴いてみましょう。素晴らしい人生、あなたにも起こる。ありがとうって笑おう。J ゴスペルコンテスト2018
キッズインファイナルおよびアンダー21ファイナルがただいま終了しました。結果発表は今夜の正解となります。どのグループが1位の座に輝くのでしょうか。白馬キャンプで受けた恵みを聞いていきます。今回は白馬に来るのに羽田からレンタカーを借りました。あまりにも高かったんですが、お祈りしたら半額以下で借りれました。感謝します。私は白馬キャンプに参加する1日前に突然腰に激痛が走り、歩くこともできなくなりました。私が弱い時にこそ私は強いのですという告白をしました。奉仕が入っていたんですけれども、その奉仕する朝に目覚めた時に完全に痛みがなくなっていて、与えられた奉仕を全うすることができました。ずっと救われなかった祖母が、数年前に白馬キャンプに来て救われました。素晴らしい証です。お、どうやらコンテストの結果が出たようです。優勝は子ども器物。インタビュアーののえちゃん。では J ゴスペルコンテスト2018キッズインファイナルで優勝した子ども器物の皆さんに来ていただいています。皆さん優勝おめでとうございます。名前を呼ばれた瞬間どう思いましたか。とっても嬉しかったです。とっても嬉しかったです。とっても嬉しかったです。すごく嬉しかったです。本当に嬉しかったです。はい、すごく喜びが伝わってきますね。そしてアンダー21の優勝はエシュルン。またまたのえちゃん。アンダー21 E ファイナルで優勝したエシュルンに来ていただいています。では名前を呼ばれた瞬間どう思いましたか。 I was very surprised by that. おめでとうございます。ではありがとうございました。 Congratulations. Bye. Thank you. 白馬キャンプ開会盛会が始まります。本キャンプ開会盛会を始めたいと思います。最初に神様に感謝の拍手を捧げましょう。神様の働きは神様が導く。神様の働きは神様が祝福してくださいます。最高のものを受けてほしいと思うということですね。神様はね、それを思う。そしてね、今そのことを成してくださいですよね。また正解では賛美曲賞の発表もありました。大谷シャドの受賞曲私は愛されている。おめでとうございます。おめでとうございます。では風の響き第5週総合グランプリを受賞した太田恵里沙さんに来ていただいています。おめでとうございます。はい、では今のお気持ちを聞かせてください。はい、とっても嬉しいです。はい、これからも素晴らしい賛美をぜひ作り続けてください。ありがとうございました。ブログセミナーに集会の後は様々なセミナーが行われます。とっても楽しいです。はい、SNS セミナーですけども、続々と人が集まってきてます。今日はアレンジセミナーでコードのアレンジセミナーを三本松さんにやってもらいました。はい、簡単なコードの成り立ちっていうことですね。セミナーやらせていただきました。楽しかったです。3日目Jゴスペルコンテストファイナルイン白馬、いよいよ始まります。出場者にインタビューをしてくれたレポーターのまゆなちゃん。はい、なおみちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。今回の衣装のポイントはありますか。今回の衣装のポイントは黒いベースになんか赤とか紫とかのお花がついてて、多分光に当たったらいい感じに入ってるといいなっていう。はい、カムマンドワーシップの皆さんに来ていただきました。今回の意気込みをお願いします。はい、今回はですね、新曲で臨むんですけれども、歌詞の中にどんな時も笑顔でいようという歌詞があるんで、ぜひ皆さんの笑顔に注目していただけたらと
思います。はい、ありがとうございました。今年も多くのお客様が来て、いや去年より多いかもしれません。続々と集まっています。皆さんこんにちは。ただいまより第18回 J ゴスペルコンテストついに開幕です。白馬をお送りさせていただきます。今年はスプレンダーから始まります。してます。はい、よかったです。お疲れ様です。終わってみて感想をお願いします。落としました。緊張した、すんごい緊張した。なんか最近になく、はい、28組すべてのアーティストが歌い終わりました。さて、どこのグループが優勝するんでしょうか。白馬キャンプで受けた恵みを聞いていきます。第2弾。私は小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って、今は元気に働いています。今回の土砂災害において、お家に帰ってみたときに危険区域の中にはあったにもかかわらず、本当に濁流に飲まれることなく、水が本当に家の前の道、川に溢れることもなく、完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。感謝します。コンテストの結果が出たようです。はい、見事優勝を果たされました。エルサレムに来ていただきました。おめでとうございます。はい、涙ぐむ場面もありましたが、どういった心境でしたか。涙ぐむ場面はもう全然考えてなかったんですけど、やっぱり賞状いただいたりとかトロフィーいただいたりとかして実感がこう湧いてきたら、やっぱり1位っていうのは重いなと思うと、こうなんか言葉に詰まりました。はい、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。さあ、この後グランドチャンピオン大会で殿堂入りのギフツと優勝者のエルサレムが激突します。結果は ギフツがグランドチャンピオン。はい、見事4年連続殿堂入りを果たされましたギフツの皆さんです。おめでとうございます。はい、心境をお願いします。すごく嬉しいです。皆さんで一言お願いします。 God is love。 最終日、Hallelujah.
神様は皆さんに何を語ってくださるのか、どんな計画を持っているのか、それを聞いたならば、もちろん信じること、信じることは語っていくことですよ。私たちがこの、ね、神様に愛されて応答していく、愛されて応答していく一つがね、感謝のことを人々に伝えていくという働き。確かに主が働いてくださって、そして出て行って伝えるっていうのはから私たちに与えられた使命ですから、それを全うしていくんであればね、神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくるんです。キャンプ2018、いかがでしたでしょうか。このキャンプは終わりますが、神様の働きは永遠へと続いています。それぞれの地で神様と共に働き、また来年白馬キャンプでお会いできるのを楽しみにしています。それではまた。はい、ありがとうございました。来年また共に行けたらというふうに思います。それでは、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はヨハネの2章のですね、1節から11節のところ、先ほど司会者に読んでいただきましたけれども、ここからお話をしたいと思います。これは、イエス・キリストが婚礼、結婚式に行って、まあ、婚礼の式というよりもその、まあ、日本で言うならば披露宴と言った方がいいですけれども、その時に水をブドウ酒に変えられた一番最初の行われた印、奇跡のところですね。今日はそこから学んでいきたいというふうに思っています。で、この箇所に入る前に、これヨハネの福音書に書かれているんですけれども、新約聖書は、何で書かれたでしょうって、何でってのは、日本語でしょうか英語でしょうか。一番最初の原本は、新約聖書はギリシャ語なんですね。でギリシャ語で書かれてますけれども、実はこのヨハネの福音書は、800語しか使われてないんですね。ギリシャ語で書かれてる。で一番簡単なんです。ですからギリシャ語を勉強するときに、旧約聖書はヘブル語ですけどね、新約聖書でギリシャ語を勉強するときにいつもヨハネの福音書から学ぶことが多いんですね。だからヨハネの福音書っていうのは非常に言葉が短いんですね。一章は初めに言葉があった丸、言葉は神であった丸、言葉は神と共にあった丸ってね、非常に短いんです。一方ルカの福音書っていうのは、彼は医者であり画家であったから、すごく難しい言葉がいっぱい使われていて、結構文章は難しいんですね。でもヨハネの福音書はすごく簡単で、そして800語しか使えなくて分かりやすいんですね。ですからこの箇所もその非常に分かりやすく書かれていることが、その通りのことがあるわけです。一つね、と面白いのはね、とは聖書の中で最も分かりやすくて、まあこう言っていることが簡単なんですけども、分かりやすいんですけども、しかし最も深くその中に深い思いとか深い、まあちょっと哲学というと語彙があるけど、その後ろにすごく深い霊的な意味があるのはヨハネの福音書なんです。だこの箇所もその書かれていることの事実から読み取れる神様のメッセージとともに、その中にある非常に深いものもあるんですね。だ今日はその両方にね、ちょっと触れていきたいというふうに思っています。でちょっと脱線しますけどね、私感動するんですね。これ漁師ヨハネですよ。で無学ってのはバカって意味じゃなくて、学問を制しきれてないってことね。だから800語しか使わなかった。で一番簡単で分かりやすい、でも実はその一番簡単で分かりやすいものが最も深いメッセージを持っていた。感動しませんかね。私はすごい感動するんです。神様ってのはそういう方なんですよね。一番簡単なものの中に最も深いものを
隠されたっていうね、まあ、個人的にはすごい私感動するんですけども、まあそうなんですね。で、この箇所もですから水を葡萄酒に変えたっていう素晴らしい奇跡があるんですけども、それとともにそこにもちょっと意味があるんですね。そういうことも触れていきたいと思います。で、まず全体を見て考えるんですけども、この時ですね、婚礼だったわけですね。一節に書いてあるように外来のカナで婚礼があったと。で、イエス様のお母さんがいました。まあ、マリアですね。マリアがここにいたっていうことは、おそらくマリアさんはこの婚礼をした人の、まあ、接待係か世話係か、そうでなかったとしてもすごく懇意にしてた人で、この結婚式披露宴が本当に祝福されることを心から願っていたんだと思います、ね。で、日本と違って披露宴は1回きりじゃない。披露宴2時間したら長い、3時間したら超長い、4時間もしたら大変だと思うでしょうけど、向こうは1週間します。だからこの当時1週間やってましたから、1週間あるわけですね。で、その、まあ、だから母マリアはいたんですけども、マリアさんはいたんですけども、そこに、2節にあるように、イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた、呼んでもらえたんですね。で、行ったわけです。で、その時に、1週間も続くから大体、葡萄酒を出すんですけども、当然。最後の方になってくると、みんなちょっと酔いが回ってくるわけですね。良い気分になるわけです。面白くないですかね。そしたらですね、どうなるかというと、もう、どんな葡萄酒出してもわからないから、ちょっと、そんなに良くない葡萄酒を出してくるわけです。まあ、それは普通のことだったんだ。ところが、この時葡萄酒が切れてしまって、困ってたってしまったんだ。このままだったとは、その、新郎新婦たちや、その披露宴の主催者というか、その人たち、まあ、親でしょうか、日本で言えば、まあ、日本的に言えば恥をかくというか、まあ、失礼になってしまうと。で、その時にイエス様は、水をブドウ酒に変えて、しかもそのブドウ酒は最高のブドウ酒に変えられたわけですね。何年ものなんでしょうね。ね、おそらくね、その当時の最高のものだと思います。最高のブドウ酒に変えたわけですね。で、それで、祝福されたわけですね。で、ここ見るときにね、イエス様はその婚礼の式の時に、本当にこの招いてくださった人たちが恥をかかなくて済むように、本当に祝福されるように、みんなが喜んでできるように、しかも最後になってそのすごく美味しい葡萄酒ができてみんな喜ぶように、そしてこの新郎新婦のその主催者の、まあ、例えば親ですね、今日本で言えば、もうみんなこう、なんか、褒められてか、すごいなってこう喜ばれるようにしてくださったわけですよね。で、すごく私はね、あったかいなと思うんですね。というのはですね、先日、東京アンテロ教会の、というか、まあ、ダビデ牧師、ダビデ前田牧師の息子さんのサミュエル君ね、が、岡本涼子さん、旧姓岡本涼子さんと結婚されました。で、実はですね、去年の、エルサレムの部屋を祈る会、10月だったかな、に私、東京に行ったんです。その時に、サミュエル君が結婚のために祈ってほしいと言われたんですね。別に具体的なことは一切なくてね、あ、そうですかってお祈りをしたんです。そして今年の殉教聖会の2月の時に来られた時に、まあ、祈ったから、結婚のことは、相手のことは全然知らないですよ、何もね。具体的に何かあるのって聞いたときに、ちょっと相談を受けた、かなり具体的な話をね。で、またそこで一緒に祈ったんですね。でそして、今度、レオン牧師、ロシア系ユダヤ人のレオン牧師が来られたときに、東京行って、5月だったっけ、4月だったっけ、行ったんですけども、そのときに、今度は伴侶になった岡本涼子さんの方とちょっとお話する機会があって、また一緒にお祈りをしたんですね。そしたらですね、結婚式の時ですね、お願いが来たんですね。承認をしてほしいということでね、まあ、日本で言えば仲人ですけど、承認ですね、教会ではね、承認してほしいで、嬉しかったですね。で、ぜひ承認してあげたかったんですけども、どうしてもその承認は夫婦でしなきゃいけないんですけども、ちょっと妻の方にいろんな用事があってですね、その時ですね、ちょっと行けなかったんで、まあ、一人で行って承認するわけにいかないのでですね、で、まあ、本当に申し訳ないけど、ちょっと行けないしできないよってことを言ったんですね。でも、そうやって言われたとき、すごく嬉しかったですね。で、嬉しかったかどうかって言ったらね、ぜひ結婚式が祝福されるようにって、それから、その祝福が本当に祝福されるようにと思ったし、長崎来たときに、なんだっけ、ハネムーンで26歳の足をたどったので、まあ、具体的にどこに行ったらどういうことかとか、どう行ったら行きやすいかとか聞いてきたから教えてあげて、まあ、ガイドしてあげようかと思ったんですけど、ハネムーンは2人でしたいからね。2人でしまったんですけど、そしたら木曜日の日休みだったんですけど、教会にね、訪ねてきて、木曜日に来たいけどいいですかって言うから、いいよってことで、まあ美味しいものいっぱい食べるっていうこともね、いいかもしれないけど、私はとにかく霊的な祝福を注ぎたかったので、来てここで祈ること、それをしたんですね。すごく喜んでくださいね。そして、まあ、すごくいい交わりができました。で、美味しいね、食事もちょっと用意してくださった方が食べれたんですけど、最後はみんなで祈って、本当に祝福されたんですね。何を言いたいかと言ったら、やっぱ招いてもらうととっても嬉しいから、
本当に祝福されてほしいと思うし、心から祝福を願うじゃないですか。で、イエス様はこの時婚礼に招かれた時に、その婚礼に招いてくださった人たちのその式が本当に祝福されて、その二人が祝福されて、これだったらそのまあ親でしょうかね、親の人も祝福されて、本当にみんな良かったねっていう式になってほしいと心から思ってくださって、最後に葡萄酒がなくなった時、水を葡萄酒に変える奇跡をしてまでこの式を祝福されたんです。で、本当にイエス様ってそういう方なんですよね。で、ふんと思って聞いてるかもしれないけど、結構こういうイメージの人がある。こんなお酒なんか飲んで、ワインなんか飲んでね、わーいいなんて言わなって言っててね、でもね、酔っ払ってそんなことする必要ないってね、もうお酒なくなったらちょうどいい、水で我慢しなさいね、もうそんなね、なんでみんな、いいお酒を出さなきゃいけないのかっていうイメージで思ってる人結構いませんか。あなたの神様、日本人は多くの場合偶像礼拝からクリスチャンになっています。で、偶像の神はそうです、罰当てる神ですから。聖書の神は罰などは絶対に当てません。祝福してくださる神様です。この時結婚式に招かれたら、お酒がなくなってなんで準備しなかったんとか言ったり、とか言ったりしなくて、水を葡萄酒に変えてくださるほどに、この人たちを何とかしてあげたいと思ってくださる神様なんです。これが聖書の神様、十字架にかかるほど愛しくださったイエス様なんです。ですから皆さん、イエス様はあなたを祝福してくださるし、憐れんでくださるし、助けてくださる方なんです。この大事な土台をね、しっかりさせてほしいんですね。ですかね。で、それを踏まえた上でちょっと見ていきますよね、全体ね。で、もう一つ先言っておきました。これ水戸武道士に帰ったのは、そういうふうに本当にその、ね、まあ、今日本では広いんですね、一週間続く広いんが本当に最後まで祝福されて、みんな喜んで終われるようにね、っていうこともあった。それは一つね、大事な一つ。でも、もう一つ深い意味があるんだ。水って何かっていうとね、水は、6節を見たらこう書いてあって、さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットルの石の水がめが置いてあったと。これ、清めのしきたりのための水がめに入れる水だったんですね。で、これ、清めのしきたりってのはユダヤ教なんですけども、つまり、立法は悪いものではありませんけども、旧約は立法の世界なんです。でもうちょっと悪く言うと、形式なんですね。形とか、形が全部あると言いませんよ。でも、立法とか、ちょっと悪く言うと形式なんです。それに対して今度は、その水をブドウ酒に変えたってことは、ブドウ酒は何かというと、血潮を意味します。そうですね。今も生産主義ブドウ酒を飲みましたよね。これイエス様の血潮ですね。つまり、キリストの血潮を意味するんです。つまり何かったら、そういう立法とか、形式ではなくて、イエス様の十字架の血潮によって、信仰によって、恵みによって祝福され救われる時代になったんだから、これ旧約から新約に変わる、そのすごくその意味がここにあるんです。立法じゃなくて恵みなんだよって、形式じゃなくて信仰なんだよっていうことを、ここでそれがすごく大きなこのあるんで、ここにそういう深い意味が ね、そのこともね、ちょっとここに留めておいてください。じゃあ見ていきたいと思います ね、外側のカナというところで婚礼がありました。で、エス様のお母さんはそこにいました。さっき言ったように、まあ接待会だったか、そうでなかったとしても、非常に懇意の人の結婚式だったんだろうと思われます。そしてイエス様も弟子も招かれたわけですね。で、イエス様たちが行きました。で、行ってたら1週間続くので、途中から後半になった時にブドウ酒がなくなります。するとお母さんのマリアはイエス様に言うわけですね。ブドウ酒がありませんって、まあ、これはおそらく息子だけれども頼りにしてたんでしょうね。で、イエス様だったら、この子だったら何とかしてくれると思ったのか、あるいは、ね、イエス様なら何とかしてくれると思ったので、ブドウ酒がありませんって言って、これ、案に何とかしてほしいってことを、ね、明らかにそれが限界になりますね。で、こっからですね、言うんですね。イエス様に頼んだ、母マリアが頼んだらイエス様は、最終的には水をブドウ酒に変えて言うことを聞いてくれたと。だから、マリアさんが頼んだら断らないから、マリアさんを通して頼もうって言って、マリアに祈ろうっていうのが始まったんですね。天国で、聖書のマリアは今天国にいますけど、とっても悲しんでると思います。本物のマリアさんはね、素晴らしい人なんです。本当に謙遜な人で、学ぶことがたくさんあるんです。でも残念ながら、カトリック教会が今言っているマリアは聖書のマリアからかけ離れています。で、この時に、ここはそういった時なんて答えかというと、イエス様は言われた、母に、お母さんマリアに、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていませんって。読み方によってはすごく冷たく聞こえる。でもそういうこと冷たく言ったんじゃない。これはどういうことだ、私と何の関係あるんでしょうってことは、
こういうことです。うんとくだいで言いますよ。うんとくだい言ったら、お母さん心配しなくていいからって、もうちゃんと私はもう分かってて考えてあるから、ね、で、私の時はまだ来ていませんっていう直接的な意味は、ね、ちゃんとこのお酒ではない、ぶどう酒がなくなって、本当に困った時に、きちっともその時に私がその時が来れば、つまりその時も一番いい時にきちっと私がするから、もう心配しないで、思い渡さないでいいから、もう大丈夫だから、もうお母さん言う前から分かってるから、もうちゃんと私の時にやるからねっていう、そういうことなの、これは。マリアが言ったからやったんじゃないの。マリアさんもとっても気の利く愛の人だったから、あ、お酒がなくなってきた、どうしよう、イエス様何とかしておくれって言ったのは確かです。マリアはとっても気の利く人だったから、愛の人だったから。でも、それも勝ってイエス様は分かっていて、あ、分かってますよ、お母さん。まあ、心配しなくていいから、もうちゃんと私の来たらやるから、もう心配しないで、任せといてってことで、うんとくらいって言ったら。そしてもう一つ、この私の時っていうのは、一つは、そのブドウ酒がなくなって、こう、イエス様奇跡をする時が来たらやりますよっていう意味があるのと同時に、私の時ってイエス様がヨハネの福音書で時って言ったら全部同じことを意味しています。十字架の時なんです。ヨハネの福音書でイエス様の時って言ったら、だから十字架にかかる時はまだ来てないけど、十字架にかかって水をブドウ酒に変える、つまり贖い、本当に立法から福音に変わる時が来ますよっていうことを深い意味で言ってるんですね。あんまり感動しないからな。あのね、だからヨハネの福音書ってすごくね、とってもそこでもあったかいんだけど、もっと深く探ればすごく深い意味が隠されてるんですね。で、この女の方っていうのはね、なんか日本語で言うとおよそおよそし、一つ前の人は婦人よって言ってるし、でも、以前も言ったと思いますけど、これは、当時のローマ皇帝の、アウグストが、エジプトの女王、なんだっけ、そう、クレオパトラ。ね、そのクレオパトラに向かって、呼んだ時の称号と同じ名前なんです。だから非常に尊敬を込めた呼び方なんです。だからお母さんに向かって、本当に尊敬を込めて、愛を込めて言ったんです、この時。ね、だから、あ、お母さん心配しなくていいですからって、そういうことです、これは。ね。ということなんですね。そして、母マリアは分かってたんです。だからこの後お母さん言うんです。母は手伝いの人たちに言った。で今日一番大事なことはここなんですよ。あの方が、イエス様のことをあの方って言ってるんですよ。だからおそらくマリアさんは、イエス様が救い主であり、特別な方ってことに気づいてたんでしょうね。あの方が、まあ、それはそうですね。生まれた時、少女として生まれてるから、なのに生まれてるから、特別だとも最初から分かったと思うけども、あの方が言われることは何でもしてあげてください。つまり、ここなんですよ。イエス様が言うことは何でもしてあげてくださいねって、本当に手伝いの人に言ったんです。もう、この人のイエス様の言うことはもう何でもその通りして、もうそうすれば何とかなるから、必ず助けてくれるし、何とかしてくれるから、だからイエス様のことはその通りにしてって言ったんですね。で、マリアさんは分かってたんです。イエス様は必ず何とかしてくれるって。でそういう意味でやっぱりマリアは素晴らしいです。私はこれ学ぶべきです、すごく。ですか？でもね、イエス様に言うのは申し訳ないから、マリアさんに言って頼もうなんて、そんな間違ったこと言わないで、天国でマリアさんが悲しんでるよ。とんでもありません、イエス様に直接言ってくださいって。ですか？聖書のマリアさんは素晴らしい方です。繰り返しています。本当に学ぶこと山ほどあります。でも、カトリック教会が今言ってるマリアはおかしいです。いろんなところで出現しているマリアは聖霊ではありません。異なる霊です。騙されないでください。いいですか？そして、ここでもね、はっきりイエス様の言うことは何でもしてあげてって言ってるでしょ？分かってるんですよ。これで何とか助かって、神様、イエス様絶対してくれるから何とかしてくれてって。で、同じように今日も、イエス様は、今日も、まあ、マリアさんに代わって私が言ったら、あれでしょうけどね、神様言っておられる。イエス様の言われることは何でもしてくださいって。イエス様の言われることを何でもその通りにしたら、水がぶどう酒に変わる。つまり、奇跡が起こるんです。愛のゆえに。でこの時ね、イエス様はですね、しばらくだって言うんですね。さっき言ったユダヤ人の水の式体で水瓶が6つ置いてあった。8リットルか120リットルの水瓶が6つ。この6つというのもね、ある人の解釈では7が感電数で足りない、ユダヤの立法では完成しないんだって、こうなるんですね。まあ面白いですね。そして7節にイエス様言うんですよ。さあその水瓶に水を満たしなさい、水をいっぱいにしなさいって言った。そしたら彼は水がめを縁までいっぱいにしたって、こうね、溢れるほどにいっぱいにしたんですね。それがどうしたと思うかもしれないけど、イエス様は水がめに水を満たしなさいって言ったから、いっぱいにしろってことでしょ。で言われた通り、6つとも全部彼らは、言われた通り、その通りにしたんです。ここが鍵なんですよ。主の言われたことを言われた通り、そのままにしたんです。その通りにすると思う、自分だったら。こうしていませんか？
あ、そうか、水がめに水いっぱい見たぞってね。いっぱい入れるすぎてこぼれちゃいけないな。まあ、8分目ぐらいの方が運びやすいし、これぐらいがいいかなって、ね、まあ、もう半分ぐらいでいいんじゃないかしらとか、あの、いい加減って意味じゃなくて、人間的配慮と愛のゆえに、善意のゆえに、賢いゆえに、主の言われた通りしないで自分の考えを使ってこっちの方がいいと思ってしませんか。神の愚かさは人の賢さに勝るんです。なぜ規制が起こったかって、言われた通りしたんです。6つ全部いっぱいにしたんです。でこれも面白い会社があってね、8分目だとね、あと2割知らないうちにね、ブドウ酒を入れてるかもしれない。そしたらね、これ本当の奇跡だとかね、あの、言えなくなるからいっぱいにしたんだってね、そういう解釈をする人がいるんで面白いですね。私そこまで言いません、わかりません。でもとにかく神様は、イエス様は水をいっぱいにしなさいって言った通り、言われた人たちは言われた通り全部いっぱいにしたんです。言われた通りにしたんです。もう言いますよ、言われた通りにしたんです。イエス様があなたに語ってくることがある、電話をしなさいとか、お尋ねてみなさいとか、手を置いて祈ってあげなさいとか、いや行かなくていい、ここで隠れて祈ってなさいとか、あなたに語ることがある。そしたらそれ言われた通りそのまますればいい。みたいな。そしたら次、ね、ここまではでもね、まだできる、水がめぴょっと水入れたらいいだけだから、この後ですよ、この後ね、次来たん。そして少し時間経ったんでしょうね、イエスは彼らに言われます。さあ今組みなさい、今だ、今組めって言ったんで、まあ、あの、組んだんですね。で、組んだものを、ね、宴会の最後のところに持ってきなさい。さあ、組んで、今持ってきなさいって言ったの。で、我々はこれが武道士に変わったことを知ってますから、安心して平安のうちに読んでます。お、組んだ、お、行った、ってね。でも、ここにあなたがいるとして、組んで、水ですよ、水。水を持っていくんですよ。武道士が必要なんですよ。で、これ、世話係が飲んで水だったらですね、怒られますし、そんなの配ってごらんなさい。えらいことになりますよね。大恥かかせますよね。でもその水を汲んで、その水を持って生きておられたんです。ブドウ酒に変わったのは奇跡なんです。いいですか？奇跡なんです。普通は起こらないんです。でもその水を汲んで、水を持って生きておられたときに、この手伝いの人たちは、言われた通り水を汲んで、ブドウ酒、まあ、水を汲んでそのまま持っていったんですね。その通り奇跡が起こりました。あの、天国行ってですね、私この場面見たいんですね。どういうことかというとね、組んだ時に葡萄酒になったのか、運んでる途中でなったのか、この人が飲んだ時になったのか、それを考えると夜も眠れない。わかりません、書いてないから。わかりません。天国行って見てみたいんです。いや、天国行ってみたいシーンありませんか？御前の九州の時にご様が咲いた時、ね、増えていったらどこで増えたんでしょう？咲いた時なのか、配った時なのか、食べた時なのかとかね。気にしない。私ね、天国行って、あの、見たいんですよ。天国行って、神様、そう、再現フィルムで見せてくださいって。ね。わかりません。どうでもいいと言わないけど、まあ、どうかでしょうね。でもいいじゃないですか。一つ確かなことは、水が葡萄酒に変わったん。どうして？言われた通りした人がいたんです。主の言われた通りにした人がいたんです。あなたの人生に奇跡がいっぱい起こってますか？起こらないのは神の責任ですか？いいえ、私たちが賢すぎるんです。私たちが自分のいいと思うことをしすぎるんです。考えることは間違いじゃありません、ね、神様いろいろ相談して考えないこと。でも主がおっしゃった時には、言われた通りにしていくと神が奇跡なさる。ここ面白いんですよ。何かとね、この時水にね、イエス様触ってないんです。いや、入れ物にも触ってないんです。命じてもいない。水や葡萄酒に枯れて命じてもいないんです。水がぶどう酒にないって一言も言ってないんです。その、水がめにも触ってないし、注いだ方にも触ってないし、水にも触ってない。触れてもいない。タッチしてない。ノータッチ。ね。そして、言ってもいない。でも、イエス様が言われた通りにした人がいたときに、水がぶどう酒に変わったんです。もちろん、主は触れて奇跡をなさいます。病気の人に手を触れて癒されます。言葉を発して癒されます。とっても大事です。でもある時はあなたが行きたくても行けない、触ることもできない。だから奇跡は起こらないんです。そんなことはありません。主がおっしゃる通りにすれば、触れなくても命じれなくても、神ご自身が水を葡萄酒に変えたように、その人を癒され、その人を救われ、その人の人生に奇跡を行うことができるって信じるでしょう。
水をぶどう酒に変えたイエス様を私は信じてるんだから。でも一つ甲斐があった、言われた通りにしたんですよ。でそのことを言ったのはマリアだったの。だからマリアやっぱりね、大事なこと言ってるんですよ。そういう意味でやっぱり素晴らしい、ね、聖書のマリアは、あの方の言われる通りにしてくださいって、イエス様は今日あなたに語ってることはきっとある、その言葉にその通りにしていくときに奇跡が始まるんですよ。この時言われた通り水を汲んでくくって言ったの。そしたら奇跡が起こったじゃないですか。もう時間ですから終わらないといけないんですけど、まあ、奇跡というとね、やっぱりこの村いろんな奇跡や病気の治しや精神的な病が癒されていろんなこと起こってますけど、一番最初の大きな奇跡はフィリピンチームですよね。あの時フィリピンに行くっていう予言があったから、あの、ね、最初はええと思ったけども、予言が繰り返しあって、それで新規に乗ったらフィリピンに、ね、来てくださいって話があったから、すごい危険だったんですよ。危険度5外務省で、一つの教会が断り、一人の英語できる人が断り、それでうちに来たんですね。で、断ったの当然なの。でも、神の言葉があったから行ったわけでしょ。で、行った時に、いつも言いますけども、いきなり横断幕でね、ヒーリング&ミラクルクルセードって書いてあるのを見て、びっくりしてね、二十歳ぐらいの若い男の子がいたんですけど、チームに、ね、あの、教会着いたらね、言った彼が、謝りましょうって、私にはできませんって、先に言わないと失礼だって。で、みんなそうだそうだって言ったんですよね。今は笑い話ですけど、その時はシビアだったと思います。でも神様がとにかく促し、とにかくそのままやりなさいって言われるからやったんでしょ。行きなさいって言うから行って、やりなさいからやったんでしょ。自信も何にもなかった。そして、まさか癒されると思わなかったけど、38年耳の聞けなかった人に、超演技の真似をしてそのままやったわけでしょ。もうとにかく。そしたら聞こえるって言ったから、最初は気遣ってくれてると思ったんでしょ。本当に癒されてて、泣き始めた。そこから始まって、次々に奇跡と癒しが起こった。なぜ起こったか。言われた通り生き、言われるままにしたんです。主のおっしゃる通りにしたときに、神の奇跡が始まったんです。あなたの人生にも奇跡は起こります。あなたの愛する人にも奇跡は起こります。神様にエコひいきなんかありません。本当にイエス様を愛してくださっています。例外なく一人一人を。本当に一人一人愛しておられます。でこの時も結婚の披露宴で本当にその愛を示したくて、イエス様は水を葡萄酒に変えてくださった。それはね、何かをこうなんか立法ではなくて主のおっしゃる言葉に単純に従う時に神ご自身がする。水を葡萄酒に変えたのは神ご自身です。奇跡をしたのは神ご自身です。ただこの人たちは従ったんですね。で面白いのはね、あの宴会の制約がね、葡萄酒になったその水を味わったらね、どうか来たのか知らなかったので、ね、でもここで水を汲んだ手伝いの者たちは知っていたって旧説に、水を汲んだ弟子たちは知ってた。つまりその言われた通りした人は奇跡が起こったことを知ってたんです。で本当に主の言われた通りに従う人は主が奇跡をなさっていることに預かれるし見れるんですね。これね、そしてあの彼は言うんです。誰も初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すのだが、あなたは良いブドウ酒をよく目を取っておいたってね、あの十節ですけどね、言ったんですね。でつまり何かというと、あの、褒めてくれた。本当に、よく今に取っておいたねって言って、取ってたんじゃない。水が葡萄酒に変わったんですね。でもそれで、新郎も新婦も、それから、まあ、親でしょうかね、世話係も、みんなね、はあ、なんて素晴らしい人たちなんだ、こんなに素晴らしい、あの、披露宴はないって、普通にこうなったらあるように、一番いいものが出てきたから、びっくりしたわけですよね。こういうふうになったわけですね。で、神様はね、そういうことをされるんですよね。ね、で、あの、もうお話終わりますけども、それ、こう書いてある、最後に。最初の印だって書いてあって、ね、これを外来の金で行って、これ、ご自分の栄光を表された。それを見た弟子たちは信じたんです。で、この奇跡を通して神様はご自分の栄光を表されたって書いてある。あなたが主のおっしゃることに単純に従って奇跡が起こったとき、神の栄光になるんです。神の栄光が現れるんですね。で、神の栄光が現れる人生を見たいと思いませんか。で、弟子たちが信じたって書いてますね。で、本当にあなたが主に従って奇跡が起こったときに、周りの人たちがイエス様を信じるようになるんですよ。で、単純に従うことなんです。その時に神様が奇跡をなさるということをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。思いますけど、最後にね、さっき言いましたけど、これ、私ね、この時、葡萄酒に変わってね、この世話役が飲んでね、びっくりしたでしょ。で、こういったのね、あなた、良い葡萄酒って言うんだから、本当に葡萄酒だったと思うんですね。どれぐらい良い葡萄酒だったんでしょうね。私、ちょっとワインのこと知らないんですけど、なんか何年ものとか言うんでしょ。で、古いほどいいわけでしょ。で、私はこう信じたの。
この時にこの時代にあったワインの中で最高のワインになったと思ってるんです。皆さんはどういうふうに信じます？それはあなたのイエス様に対する信仰を表します。私はイエス様はきっと最高のワイン、この時代にとって最高のワインに変えられたと私は信じてるんです。そういう方が主です。あなたの人生にイエス様はあなたが単純に従っていくとき最高のものを与えられます。そういう方がイエス・キリストです。それをね、ぜひね、お互いこれから具体的に見ていきたいなというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは、この一番最初の印の時に本当に素晴らしいごと奇跡を表されて、イエス様を弟子たちは信じましたけれども、イエス様のおっしゃった通りに水をいっぱいにし、そしてそれを汲んで持っていったこの手伝いの人たちのように、私たちも主のおっしゃることをその通りに、あなたのおっしゃる通りに従っていくことができるように、まずあなたの声をちゃんと聞けますように、そして従っていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。ある方は神の声が聞こえない、何言ってるかわからないって言うんですけど、その方はあなたばっかりが喋ってます。あなたはイエス様が何とおっしゃったか心を向けて聞きなさい。聖書を読むとき自分の願いばっかり考えるんじゃなくて、イエス様が何とおっしゃったかって思いながら読みなさい。主はあなたに語っておられます。また語りたいことはたくさんあります。あなたが心を向けて主に聞こうとするなら、主はあなたに語られること、話されることがすでにあります。その聞いた言葉に従っていきなさい。その時神様の栄光があると主は言われます。天様、一人にあなたの奇跡をなさり栄光を表してくださいますように心からお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、この手伝いの人たちのように本当に主のおっしゃることに従って自分の人生の中に奇跡や、それ水がぶどう酒に変わるという奇跡を見たいなって思う方ですね、その方ですね、今からお祈りしますので、小さな声でも大きな声でもいいですから、心を込めて私について祈ってほしいと思います。この手伝いの人たちが見たように水がぶどう酒に変わる奇跡を自分の人生にも見てみたい、本当にイエス様に単純に従ってそういう奇跡を見てみたいという人はですね、そのためのお祈りをしたいと思いますので、私について声を出して小さくても大きくてもいいですから心を込めて祈ってほしいと思います。お祈りしますね。インターネットの方もぜひそこで一緒に祈ってください。天のお父様、私にあなたの声を聞かせてください。教えてください。私があなたの声に幼子のように従うことができますように、言われる通りにすることができますように助けてください。導いてください。そして奇跡が、栄光が現れますように、どうぞ導いてください。信じます。イエス様の御名によってお祈りします。天皇様、一人一人にあなたが働いて、あなたの語りかけを聞くことができる耳を開き、その語られた言葉に従っていく素直な心、幼子の心、そして最後まで従い切れる恵みを注いでくださって、一人一人の人生の中に、愛する人の中に奇跡が、栄光が現れて、たくさんの人がイエス様を信じ、あなたの愛に感動し喜ぶことができるように、どうぞ導いてください。あなたがそうしてくださることを信じます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。お立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、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 ハレルヤ。
青木子犬が白馬、主イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせ。